はい、どうも、ライフガードです。お久しぶりです。ですね、今回はなんと、お待ちかね、ボタン配置を公開したいと思います。長らくお待たせしました。はい、全然ね、ボタン配置公開できてなくてすいません、本当に。はい、あとね、最近生配信、サボり気味なんで、またね、復活させて、また生配信の方を中心にやっていきたいと思いますので、ね、この動画で知った方もぜひ生配信の方来てみてください。ということで、今回はですね、ライフガードのボタン配置ということで、ボタン配置を、皆様に分かりやすく解説しながらやっていきたいと思います。パッドで最強になれるボタン配置、まあ普通持ちかな、普通持ちで最強になれるボタン配置、こちらです。はい、こちらが、ボタン配置戦闘操作になります。戦闘操作はまああまり変わってないですね。はい、まあ真似したい方は、まあジャンプが L1 ってことだけかな。ジャンプが L1 ってだけですね。ボタン割り当て、アクセシビリティ、プレイ4の設定の方では何も変えてなません。はい、でこちら建築操作、はい、めちゃめちゃ変えております。こんな感じです。変えてるところは、L3 編集と、あとは屋根と、またこっちもジャンプと罠ですね。トラップが、タッチパッドになっております。はい、そんな感じかな。ね、これ全部ね、普通持ちで、ディフォルトの操作だと視点動かしながらできない操作とかを視点動かしながら、押せるようにしてる的な感じでやってます。ジャンプ、例えばジャンプだったら最初バツなんですよね。バツだと、右手をね、右手の親指をバツにやらなきゃいけないので、ちょっとね、視点が止まっちゃうんですけど、これ見て、パッと見て、わかるわけじゃないと思うんで、一人でね、遊び場で試すのが一番早いと思います。よかったらこれを設定にして試してみてください。でですね、編集操作、これもまた重要で、L3 決定と R3 をリセット、右と左のスティックですね、それを、決定とリセットにしないと、さっきのね、やつ変えてもちょっと変な風になってしまうので、操作にしたい方は、これを忘れないようにしてください。ということで、今回はライフガードのボタン配置、普通持ちが最強になれるボタン配置ということで、解説しました。よかったらこのボタン配置やってみてください。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。